43歳の木田投手をここで起用してまいりました。一番予想しなかったピッチャーですね。木田がマウンドに上がっています。21年目のシーズンなんですが、木田はですね、今年43になるわけですよね。でもその当時のピッチャーがまだこうやって投げてるっていうのはもう頭が下がります。本当ですね、はい、さあ2ボール2ストライク、外寄れました。もう若かりし頃の木田正雄投手というのは150キロピッチャーでありました。早かったですよ ね、空振り三振、今のフォークボールですね、はい、ですよね。だこのベテランになってくるにつれて、この変化球の精度っていうのは上がりましたよね。本当ですね、はい、ピンチヒッターが起用されます。福浦選手です。福浦が左バッターボックスに起用されました。初球打ち、セカンドフライか、セカンド交代して落下点、空曇ってきました。2アウトです。開幕ロッテの4番はおそらくこの人、ジョシュ・ホワイトセルであります。オープン戦で2桁を勝っているのは DeNA が11勝、昨日現在で、ソフトバンクが9勝であります。9勝チームがあっとも初球ヒッティング、ファーストゴロ、あっという間に9回の裏終了であります。日本ハムが4対2でオープン戦の最終戦をものにしました。